Nishiko Dash Channel。どうも、西村真也です。今回はですね、久々の料理企画ということでですね、私宮崎県出身なんですけども、宮崎県の謎の郷土料理冷や汁を今回は作って食べたいと思います。冷や汁っていうこの名前を聞いただけで、まあ皆さん決して美味しそうなイメージ湧かないと思うんですけども、僕も今思えば冷や汁ってって思うんですけども、当時は割と当たり前にですね家庭料理で出てきてたメニューで、ま、冷えたものを熱いご飯にかける感じのやつなんですよ。基本ご飯って熱々で食べたい人とか多いと思うんですけども、僕は割と冷や汁好きでですね、昔よく食べてました。僕のこの猫舌とかももしかしたらこの冷や汁から始まってんじゃないかなって気がするんですよね。僕すっごい猫舌で、まあ熱いものとか基本的にはやっぱ食べられないんですけども、これって冷や汁っていう文化の中で育ったからのような気がしなくもないですね。やっぱなんかお蕎麦とかも熱いのと冷たいのだと、大体冷たい方を選びがち。ザルそばとかうどんとかでもザルうどんとかその手のだいたい冷やを選びがちなんですよ。これ多分ね、宮崎のこの冷や汁という文化が僕にそうさせてるんじゃないかと思うんですけども、まあ言ったように熱いご飯に冷えた汁をかけて食べる冷や汁なんですよ。かなり食べ物としては特殊な部類の食べ物だと思います。なんかこう松岡修造さんがめちゃくちゃ熱く指導して、めっちゃ一番熱こもってるところにバケツでバーンってこう氷水でこう冷まさすみたいな感じですね。テトリスでもうあと一個縦の長い棒を入れたらもうマックスの満点のとこっていうところでパンって電源切るみたいな、そんな冷や汁という料理をですね今日は作って食べてみたいと思います。それでは早速調理に向かいます。では作っていきたいと思います。まず準備するのはこちらですね。じゃじゃん、冷や汁の素。はい、もうこれがあればもう大体揃ったようなもんです。あとは、まあ、基本的にはきゅうりと大葉をここに入れればもうほぼほぼ作業は終わりです。もう相当久々に作るんですよねこれ。まずこのタレを器に入れます。タレ入れます。ただ袋からタレを出すだけの簡単な仕事です。うい、手についた。おっと、よいしょ、ちょっとだけお湯も使います。溶かすのにね、お湯を使いますので。あ、これお味噌とかももう入ってるやつだな。よし、麦味噌、水飴、ごま、米味噌、豆味噌、柚子、鯛、エキスなど、鰹節など、昆布などのエキスが入っております。鯛と白ごま入りの冷や汁の素です。優秀。果たして実家で食べてた味に近づくのかちょっとわかんないんですけど、まあこのような感じでここに入りました元が。これをですねお湯で一旦溶かします。うん、こんなもんでしょうか。いやこれが濃いな、こんなもんだ。これでブランジー、あっつ、溶かします。いい匂い、これだ、この感じ、この匂い、めちゃめちゃ懐かしい。なんだろう、やっぱ鰹節とか昆布とかの匂いなのかな。はい、まさかの行動やりますよ、僕今から。氷、この中に投入します。冷や汁の冷やの部分を今作っております。
これ氷で今一旦味噌のねこの素をお湯で溶かしましたけども結果冷やします。その間にきゅうりと大葉こちらをですね切って刻んで入れます。塩輪切りで。たんきゅうり絶対多いけど、まあ一杯分に入れる量をねちょっと考えておかわりに残したりしつつ、大葉もまあ言うて3枚ぐらいって。はい、これで終わり。お、いい感じに、いい感じに氷が溶けてきている。まだちょっと器が熱いな。もっと冷やしたいな。ではですね、この冷やしましたこの汁に、今切ったきゅうり、そしてこの大葉、こちらすでに付属品としてついておりました、ごま。はい。こんなようなものが出来上がりまして、こんな感じですね。これ今氷でいい感じに冷えております。こんなだったっけかな。なんか進化してる気がする、冷や汁。さあ、ここまで来ました。ちょっともう丼クラスのちょっと大きめのお茶碗、お茶碗っていうのか、丼です。熱々のご飯です。これに、ブイー、皆さん信じられますか、完成です。宮崎県名物冷や汁。はい、というわけで冷や汁完成いたしました。私ですね、ちょっとさらなるちょっと追い氷をね2つほど、さらにちょっと冷やしを極めようかということで、ちょっと汁がちょっとこんな感じで氷をさらに足してみました。追い氷、いやー久々にいただいてみたいと思います。うわー懐かしい。そう、もうこんな感じでもうぐしゃぐしゃに混ぜます。氷もいい感じに内側へやってたな昔。とにかく冷やすという。いただきます。うめえ、やっぱうめえ。なんて言ったらいいかわかんない、でもシソの香りと、うん、カツオとシソとゴマとキュウリの歯ごたえ、あと冷えたご飯、なんだろうこの料理本当に。ただうまいんですよね。でも冷や汁って言ってますけど、もうお茶漬けみたいな感じで、もうカカカカッとあの CM で見る感じでかき込むのが美味しいかもしれない。ちょっとまだ冷えが足りない、もっと冷やしたい。ありがとうございます。美味しい。でもやっぱり僕が宮崎でこれを食べて育ったから美味しいと感じるのか、これ果たして宮崎以外で育った方が食べて美味しいと思うのかちょっとわからないんですけども、多分宮崎の料理屋さんで冷や汁定食みたいなの出してたらもうちょっとなんか違う薬味とかもあるかもしれないんですけども、家庭で食うのに分はもうこの材料で十分という感じで、いや久々に食べました。僕は美味しかったですけども、よかったら皆さんどんな味か気になる方はですね、ちょっとお家で試していただけたらと思っております。というわけで今回は宮崎の謎の郷土料理冷や汁を作って食べてみるという回でございました。よろしければ高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで以上西橋でした。ありがとうございました。